はい、大家好、こんにちは、シャメです。本日はファイナルファンタジー14リーパーのクエストの方を始めようかと思います。ではじゃあ焦った様子の使用人さん、こちらの方でいいかな。レベル70クエスト、リーパーたるもの。さあ、ウルタハの焦った様子の使用人は実力者を探しているようだ。受注。もしあなたは冒険者なのでは。しかもかなりの実力者とお見受けいたします。私、猿昇華にお仕えしているのですが、我が主がレムレースと名乗る集団から脅迫を受けているのです。それは大変だ。その狩猟は大釜を背負うことからリーパーと呼ばれ恐れられている人物。今日も手下を連れて金品をよこせと脅してくることでしょう。あなたを熟練の冒険者と見込んでお願いです。どうかお願いです。少しの間主の護衛を頼めませんでしょうか。我が主はサファイアアベニュー国際市場におられます。何とぞジジリオ様をお守りくださいませ。あれ、ちょっと待って、このジョブだとまずいかな。あのサファイアアベニュー、こっち、こっちか。でウルタハンをこの辺走り回るの久しいな。最初の街はウルタハでしたが。お、焦ったよ、そのシオニーさん。来てくださったのですね。はい。ジジリオさん。ヒゲが渋いですね。なんだ？お前は。お前に払う金など。一ギルタリトン。落ち着いてくださいませ、ジジリオ様。こちらは私が護衛を依頼した冒険者様です。なんと、これは失礼した。実はレムレースなる犯罪組織に目をつけられておってな、一方的に金を払えと脅迫されて気が気でないのだ。奴らは異国からの流れ者らしく、ウルダハの法も秩序もお構いなしの暴虐ぶりでな。特にレムレースを率いるボスは背中に大釜を背負っておることからリーパーと呼ばれておる。逆らう者には容赦なしともっぱらの評判なのだ。その評判とやらが正しいかどうか確かめる度胸はあるのかい？あ、ご本人登場だ。リーパー。あ、女性なんだね。そう、リーパーとは私のことさね。いけないね。私らに仕事を頼んでおきながら冒険者を雇ってまで支払いから逃れようってのかい？なんという。 1. 一方的に脅迫されているはずでは。 2. 仕事を頼んだとは。とりあえず話が違うのでは。脅迫されているのでは。おやおや、説明されてないのかい？ミスター・ジジディオは商売敵を妨害するようにレムレースファミリーに仕事を依頼してきたのさ。清廉潔白じゃ生き残れないのがウルダハだ。うちは金さえ払えば法と道義心が許すギリギリまで仕事をするってのがモットーなんだが。
なかなかいいじゃないか。小悪党の護衛なんざにゃ、もったいない逸材だ。あたしらを前に一歩も引かない度胸と、それを裏打ちするだけの実力を備えている。何より、秘められた才がある。私は冒険者のお前さんに興味が湧いた。少しばかり顔を貸してくれれば、今回の取り立ては多めに見てやってもいい。どういうことだ。言葉通りの意味さね。冒険者、もしも新たな力に興味があるなら、パールレーにある私のオフィスに来な。レムレースの構成員に声をかければいい。待ってるよ。ジジリオさん、話が違ったじゃないですか。頼む、リーパーの要求通りパールレーンにある連中のオフィスに行ってくれ。そうすれば丸く収まるんだ。話が違うじゃないですか。あ、使用人さん、そんな、我が主がレムレースと取引していたなんて、まあ、清廉潔白だと思っとったのにね。悪いやつやで。左に行きたいんだけどっていう。あ、そっか、こっちから行かなきゃダメか。オフィス、あ、こちらのね、構成員さん。いや、ボスから話は聞いている。レムレースのオフィスに入るか。はい。ボス、例の冒険者をお連れしました。さすがは解放の英雄だ。お前さんの噂は聞いてるよ。なかなかの暴れっぷりじゃないか。ま、こっちもことを荒立てるつもりはないんだ。肩の力を抜いてくれ。私の名はドルシラ・レムレースファミリーを取りまとめている。お前を呼んだのは他でもない。仕事を頼みたいのさ。何と答える？ 1. どんな仕事だ。 2. 犯罪組織から受け負う気はない。まあ、とりあえずどんな仕事でしょう。何も非合法な仕事をやらせようってわけじゃない。むしろ人々のためってやつだ。ある人物を、いや、死体を殺してもらいたい。ん？今時死体が動くなんて珍しくもないだろう。正確にはある死体に憑依した用意が標的になるんだが、とにかくそいつは凶悪な存在でね、自らの食欲を満たすために多くの人々の命を奪い続けている。そんな畜生を始末するのはお前の正義にもかなっているはずだ。問題はそいつを倒すためにはある特殊な戦闘術を熟知している必要があるってことさね。何と答える？ 1. 特殊な戦闘術。 2. 何も言わない。まあ会話を普通に続けようか。特殊な戦闘術。
ウルダハに第三の目を持つガレアン族がいるのが不思議かい？だが驚くのはまだ早いよ。その奇跡に手をかざしてみな。お前に私の一族が継承してきた技を受け継ぐ資質があるなら、ある幻影が浮かび上がるはずだ。やっぱりね、私の見立て通り、お前は才を持っていたわけだ。そいつはアバター、異界ボイドに潜む要因にしてお前の半身になりうる存在。アバターと契約を交わすことで特別な力を得て戦うのが私らリーパーの暗殺術だ。依頼は連続殺人を犯している凶悪な妖異の抹殺。報酬はガレアン族が古より伝えてきた暗殺術の伝授。ガレアン族と組むのが嫌なら黙って去れ。妖異との契約を忌み嫌うなら黙って去れ。身の安全を望むのなら黙って去れ。だが命がけの死闘となろうとも、己の正義を貫き勝利を刈り取る力を得たいと思うのなら、この場に残れ。さあ今すぐ選んでもらおうか。というわけで話しましょうか。まだオフィスに残っているってことは、私と組んでディーパーとしての道を歩む覚悟が決まった、そう解釈していいのかい？くどいようだが、この道を進めば嫌でも凶悪な妖異との死闘に臨んでもらうことになる。そしてそのためには厳しい修行も必要になるだろう。なんと答える？1、妖異の殺人行為を止めなければ。2、勝利を刈り取る力が欲しい。3、やっぱりやめる。1かな。殺人行為を止めなければなりませんな。その覚悟しかと受け取った。このリーパーの証を身につけた時、そこに込められた古の術式が発動して、お前とアバターとの間で一つの契約が成立する。アバターはお前に力を貸して戦闘能力を高める。そしてお前は刈り取った敵の生命力をアバターに与える。戦い続ける限り、お前とアバターは一心同体の間柄だ。論より証拠、試してみよう。装備一式もくれてやる。すべて身につけてから声をかけな。はい。リーパーの証、チェスト、武器、コンプリート。というわけで、ジョブ、リーパー習得。これ身につけてからということで、着替えてみましょうかね。まずは、待って、まず武器変えるか。リーパーの、どれだ？これか。相変わらず裸になるんだね。
とりあえず装備した。ソウルゲージが解放されました。詳細を見てみましょう。ソウルゲージを習得したので、ソウルの蓄積状態はソウルゲージが表示されるようになりました。ソウルは特定のウェポンスキル使用時およびアクションシャドウオブデスによって対象に付与される。デスデザインの効果中に対象を倒すことで蓄積され、ソウルを消費することでストークスフェーズやレベル55で習得する、シーフスフェーズレベル76で習得する、グラトニーなどを使用できます。はい、特にこれ以上はないかな。で、ソウルゲージここに出ましたね。もうちょい右にやりたい感じはあるかな。ギアセットリストを新規で登録。これでいいかな。間違えて上書きするとめんどくさいことになるからね。で、あとは、リーパー。いやー待ってよ。これ後でやっとこう。めんどくさい。よし、じゃあ着替えたということで、ドルシダさんに話をしていこうかな。ちょっと長くかかるかな。一回ここで話し切っておくか。というわけで、ご覧いただきありがとうございました。いやー、裸になるの久しぶりだったね。着替えた時にね、みんなの前で裸になってごめんなさいってなるやつね。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。